SC フォルトゥナ・ケルンは、ドイツのルトベスト・ファー・レンシュー・ケルンを本拠地とする、サッカークラブである。クラブは、ビクトリア・ケルン1911、ベヨントラー・ SV、スパルカッセン・フェアイン・ケルンの3つのクラブが合併して1948年に、創設された。クラブの歴史を通じて、その多くは2部リーグでのプレーが続いた。1983年の DFB ポカールで、 準優勝したことが挙げられる。1回戦で、アイントラハとブラウンシュバイク、2回戦で、ボルシア・メンヒエングラットバッハ、準決勝では、ボルシア・ドルトムントと5-0で下しての決勝進出となった。決勝の相手は、同じ都市を本拠地とするライバルの1、FC ケルンとなったが0から1で敗れ、クラブの快進撃は終わった。 1985から86シーズンには2部リーグで3位となり、一部15位のボルシアドルトムントとの対戦だった。ホームアウェイの2試合を得て3から3の同点となり、プレイオフに持ち込まれたが、この試合を0から8と大敗し、一部昇格のチャンスを失った。この後も2部リーグに止まり、中堅クラスのクラブとして実力を保持していたが、 1999から00へシーズンに再開となり翌シーズンからレギオナルリーガへ降格すると2002から03シーズンにはオーバーリーガへ降格するなど成績も加工していった2005から06シーズンからはさらに下の地域リーグに在籍していたが2007から08シーズンに2位となりオーバーリーガに昇格を果たしている 2012-13シーズンに優勝を果たすも3部への昇格戦に敗れたが2013-14シーズンに連覇を達成バイエルンミュンヘン2との昇格戦にトータルスコア2から2ではあったもののアウェーゴール差で悲願の3部復帰を果たすことに成功した。ありがとうございます。